バック・オニールは1930から1950年代にアメリカ合衆国のニグロリーグで活躍した野球選手及び監督。選手時代の主なポジションは一塁種、フロリーダ州キャラベル生まれ、右投げ右打ち。バックのあだ名は、オニールがセミプロのマイアミジャイアンツの共同所有者だった頃についたものである。マイアミでプレーしていたオニールは、 1937年に、ニグロリーグのメンフィスレッドソックスに昇格。短期間在籍した後同年カンザスシティモナークスに移り、以後引退するまでモナークスに在籍しチームのキャプテンをしていた。当時モナークスには、サチェル・ページをはじめるストン・ハワード、アーニー・バンクスら後年メジャーでも活躍した選手たちが多く所属していた。 選手たちからスキップと呼ばれていたオニールは1942年にモナークスをリーグ制覇に導き同年のニグロワールドシリーズでも打率353を打つ活躍を見せシリーズ制覇の原動力となった対戦相手だったホームステッドグレーズに在籍していたバックレナードはオニールについて外野手の隙間を見つけてそこに打つことができた 彼はこれまで見てきた中での最高の選手の一人だったと証言している。1944年、1945年に戦争のため海軍に従軍した後、翌1946年には打率。350を打ち2度目のリーグの首位打者となる。1948年からは、前任のフランク・ダンカンの後を受けモナークスの監督に就任。 同年を含みチームを4度のリーグ優勝に導いた。1955年までモナークスの監督を務めた後、1956年からはシカゴカブスのスカウトとなる。カブスのスカウトは33年間務め、その間後に名選手となるルーブロックやジョーカーターを発掘している。1988年にカンザスシティに戻った後は、ニグロリーグ野球博物館の評議員や、 アメリカ野球伝道のベテランズ委員会に席を置き、アフリカ系アメリカ人選手の野球伝道入り選考などに関わった。2006年7月18日、独立リーグオールスター戦において、オニールは94歳で試合に出場しだ席に立ったことで当時話題になったが、そのわずか3ヶ月後の10月5日にカンザスシティの病院で亡くなった。バックオニールレガシーシート2006年の アメリカ野球伝道の伝道入り表彰選考では、わずかに票が足らなかったものの、死後、オニールの功績を称える表彰がいくつも行われた。アメリカ野球伝道は、10月24日に、オニールの名前を取った新しい賞の創設を発表し、12月15日には、当時のアメリカ大統領ジョージ・ W ・ブッシュから、大統領自由勲章が贈られた。 カンザスシティロイヤルズの本拠地カウフマンスタジアムには2007年からバックオニールレガシーシートという特別席が設けられている。ありがとうございます。